アエルマッキー S-211 フィリピン空軍の S-211 アエルマッキー S-211 はもともとイタリアの試合マルケッティ社で S-211 として開発されたジェット軍用練習機である。約60機が海外の空軍に販売された。1997年にアエルマッキ社が製造権を購入し、現在はアレーニア,アエルマッキ社で 改良型 M-345 が開発されている。試合マルケッティ社は自社の SF-260 ピストンエンジン練習機を使用している既存ユーザーである小国の空軍に採用されることを見込んで1976年に基本練習機 S211 の開発作業をプライベートベンチャーとして始めた。翌年にパリで正式発表され、 十分な反響を得たため2機の試作機を製造することになった。最初の試作機は1981年4月10日に初飛行し、1983年にシンガポール空軍が最初に10機を発注した。S-211 は、プラットホイット2カナダ JT15DE-4 シーターボファンエンジンを1機搭載し、引き込み式主車輪降着装置を持った、ダンデム複座。 変翼配置の単葉機である。ジェット練習機としては、小型軽量にまとめつつも、M0.89 の性能を有し、当時の最新アビオニクスも備えていた。多くの軍用練習機と同様に、本機は、副次的に近接支援任務をこなせるように考慮、されており、よくかに4つのハードポイントを設けていた。S-211A は、 S-211 を紹介量し近代化した派生型でアメリカ合衆国の統合基本練習機システム j p t s に応募したが7機種がエントリーした結果、レーセオン、ピラタス社の機種が選ばれ、これが後に T-6 的32になった、s。S-211 はグラマン社、1994年以降はノースロップグラマン社との共同提案であった。 S-211 S 約60機が製造された最初の量産型。ハイチ空軍、フィリピン空軍、シンガポール空軍が運用。S-211A アメリカ合衆国の統合基本練習機システムにグラマン社と共同提案したモデル。アレーニアアエルマッキ M-345-2004 年にアエルマッキ社により発表された近代化アップデートされたモデル。 イタリア空軍に採用。S-211 は純粋な輸出用であったため、イタリア本国では採用されていない。フィリピンシンガポール配置アメリカが衆国1992年9月21日に、フィリピン空軍の機体がパラワンのアントニオ・バティスタ空軍基地から離陸後、海に墜落。フィリピン空軍では、乗員と機体の双方とも行方不明と発表。 サンメンズ・ジェーンズ・オール・ザ・ワールズ・ウェアクラフト1988から89ありがとうございます。